はい、どうも、当時です。はい、はい、今ね、はい、オフ会なんですけれども、ね、今日はね、はい、その前に当時くんがちょっと髪の毛をセットしたいということで、はい、安武さんに頼みました。おしゃれ担当の安武さん。そんなのないけど、ね、いや、はい、でせっかくなんでやっていきましょうか、はい、髪の毛セット、このムースでやっていきます、はい、それパパが使ったやつでしょ。いや、ママが使ってるやつ。あ、そうなんだ。うん、あかんのかな、うん、とかっこいいけど、どういう感じにしたいかだけどね。だ、当時はうぎっ何今の。当時はもともとさ、ちょっと癖っ気だからさ、うん、それ生かしてこうやってワシャワシャってやるけど、ちょっとそのもうちょっと OK、こう一本一本の毛束感を作ってっていう感じだね。軽く鳴らした方がいいかもね。ね、そう。うん。これからね、当時も恋愛とかしてるかもしれないからね。ね。そういう時に。好きな人はいないけど。まだいない？うん。うん。そういう時とかデートとかあるかもしれないからね。そうね。うん、なんか、トサカみたいになってる。そりゃそうよ。タオルどこだ？タオル持ってくる。タオルこれにある。それでいい？あ、それ使っちゃえば。うん。もう。髪がぺったんこになった。あー、細いもんね、当時はね、一個一個がね、一歩一歩マジ細いんですよ。髪抜けた。髪抜けるのよ。めっちゃ抜けるの最近。そんなもんよ。一日だって人ってめちゃくちゃ抜けてるからね。そうなの。うん、そうだよ。ムースがいいよね。うん、ほら、髪が、髪見せなくて。見たことあんだよ、みんな。ちょっと、安武さん、身長でかい。まあ、全体でいいと思うんだけど、ね、これ髪にこうやってプシューってやるのかと思った。違う、手よ、手、絶対に落ちちゃうじゃん、髪に。そうか、うん、これね、ちょっとずつね、上にちょっと、最初はちょっと上に上げて感じがいいね。スーパーサイヤ人そうそう、みたいな感じ、濡らして根元から立ち上げたいから、そうそうそう、スーパーサイズみたいな、こうやってちょっと最初はこうやっていて、お、東京リベンジャーズ見てたらかっこいいじゃん。ダッサ。いや、かっこいいじゃん。まず最初はこうやって上げてくのよ、うん、根元から、根元ちょっとグッてやって立ち上げるみたいな、グッてやってグッてやって立ち上げて、それはまあいろんなやり方があるんだけど、立ち上げた上で、この上でちょっと下向きながら、こうやって自然にこうやって落としていく。ああ、なるほどね。そう。うん。すげえ。あとこの濡れてる感じを出したいのか、うん、ちょっと乾いてる感じでやるのかとかでもよるのね、うん、これは。なるほどね。なんか濡れてると、当時だと髪の毛細い子は、うん、髪がさ、うん、キュッて束になっちゃってさ、うん、もう隙間ができちゃったりするじゃん。これが嫌なの。気になるでしょ。だからこういう時はあんま濡らさない方がいい。これはだ、濡らして今後当時が自分でやっていく時に、もう俺濡らさないでやるタイプかもなっていうパターンもあるの。もうこれ濡らさない方がいいのかね。うん、大丈夫。これで今こうやるじゃん。うん。で、やった後に乾かしちゃえばそれもなくなるから。そう。全然。うわうわ。前髪でしょ？前髪。そう、安武さんもそれ嫌だから、前髪はあんまつけなかったりとか、しっかり乾かしたりしてる。人それぞれどうしたいってあるじゃん、うん、自分の顔の形とかさ、おでことかさ、髪型か、毛質とかで、うん、いい悪いがあるじゃん、これがいい、ね、これが嫌だっていうの。人にから言われても、人はさ、みんなさ、当時の毛質いいねって言うかもしれないけど、うん、当時的にはさ、嫌だなって思う部分もあるだろうしさ、うん、逆にそうじゃないとこもあるじゃん。確かに。それはね、それをこうやってね、いろいろ当時の一番好きなものを探すっていう、うん、どっちにしたいかな、どっちに流したいとかある？いや、もう、そうね、自然でいい。自然、なんていうの、こんな感じ。あ、なるほどね、そっちに行く。でも当時は本当に毛が柔らかいから、うん、そのあんまりつけなくてもいいかも。へえ。ちょっとまとまってきたでしょ。うん。
あんま濡らしてベタってつけちゃうとパカって割れちゃったりするから、うん、で、ここら辺は割れないじゃん。だからこっちで遊ぶとかね、うん、こっちで遊んでみる、こうやって、そうそうそう、でね、音、あの、ここをね、うん、ちょっとねふわっとさせると、うん、頭の形がすごいよく見えるの、うわ、なんかここをちょっとね変だ。でも、あとこう舞台でしょ、うん、舞台だから、もうちょっと時間経ったら治ってくるし、遠くから見たらいいとかもあるのね。わ、あと当時的にマジでどうしたいかもあるね。ちょっとじゃあ安武さんのワックスも持ってきたから、うん、じゃあどうだろうね。なんかムースだと溜まりすぎちゃったりするから、うん、ワックスでちょっとずつこうやって束を作ってあげて、あー、なるほどね。 そしたら動き出てるなっていう感じになるから、うん、であんまり前髪つけすぎないっていう、うんうんうん、着替えた後にすればよかったかもね。言ったじゃんさっき、今日出る服でやんなって。この辺とかのトントンもこの、もうこんぐらい痛いこんぐらいでもいいから本当は。でもどうせ後で落ちてくるし、絶対に落ちてくるから。で、舞台だから多少盛り気味でもいいというか、ちょっと見てもらう、ほら、横いい感じじゃない、後ろ、ね、ここ後ろ、あ、本当だ、すごい、後ろいい感じでしょ、ちょっとこれでいいや、もうこれでいい、うん、あ、いいじゃん、でもあと前もちょっと整えるわ、うん、で、また後で崩れたら直す、うん、これもうちょっと、うん、元がいいからな、当時ありがとう、あんまり、そう、こうつけすぎないと。だから安武さんもね、安武さん毛太いで、汗とかかくとそれですぐパカって割れちゃうから、うん、それがすごい嫌なんだよね、俺当時ね、そう、うん、当時毛が薄、ちょっとあれ猫っ毛だもんね、そう、わー、すげえ。それをなんかいい感じにワシワシなって、これもでも大丈夫、あとで落ちてくるから絶対に、そうか、うん、オッケー、慣れてないとちょっとモコってしてるじゃん、アツタケさんって思ってるし、うん、ねえ、ここさパコってなってるよ。それがいいのよ、それが頭の形がよく見えんのよ。なるほど、これで落ちてくんの、これでバランスがいいよ。人って髪の毛って こうやってね、人って真正面で人の髪型を見ることって自分しかないのよ。他の人全員こっから後ろから見ることが多いのとか、斜めとか横しか、だから実は髪型って横とか斜めとかすごい大事なの。真正面で人とさ、当時今日さって話すことないじゃん、うん、確かに、そう、普通に話しても当時さぐらいだから、うん、この角度とかが実は大事だったりするのね。へー、まあでも今日オフ会だからさ、うん、真ん前で映るから、じゃあでも当時こうやってずっとこうやってないでしょ。まあでも こうなるから、そうそうそう、だから大丈夫、なるほどね、そう、そういうのもでもね、まあちょっとずつこうやって、これが気になるってこと、そう、ここら辺がこのモファってなってるから一回じゃあ潰してごらん、一回潰してでも当時はこれがいいなって思ったらそっちの方がいい、一回潰して、うん、ここが多分、なるほどね、さっきのモコっていうやつもあれなんだね、結構そんな、わあ、すごっ、これいい顔、いい、うん、これぐらいにしてこれでいいよ、ありがとう、ちょっと前だけじゃちょっと直すね、いいんじゃない、でも ねこのモコっても潰れて、でもここら辺、うん、これぐらいにしといて、本当はスプレーとか使って固めちゃってもいいんだけど、とりあえず、うん、この辺後ろに動きが出てるからいつもとはちょっと違う感じ、痛い、痛い、痛くない、痛い、痛くない、痛い、よし、いいんじゃないでしょうか、はい、こんな感じでいかがでしょうか、ちょっとメガネ取ってきます、はい、いいと思います、わかんないけどね、安田さんプロじゃないから、うん、でもやっていくうちに自分にいいじゃん、いい感じ、いいじゃんね、うん、こう頭の形ほら綺麗に見えるから、まあ本当にありがとう安武さん、いいえ、それじゃあ今回は
こんな感じで、はい、当時かっこよくするか計画を立てていただいて、そうなんだね、今実はやつなんだよね、はい、ありがとうございます、とんでもないです、今度服とか買いに行こうね、はい、はい、今度は服で行きましょう、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、バイバーイ、バイバーイ。